フラットバーロードフラットバーロードは、ロードバイクの特徴的なドロップハンドルをフラットバーハンドルに変更した自転車のこと。ただし、純粋なロードバイクのフレームではない、専用設計のフレームを使ったものでも、その趣向が前期のものに非常に近い場合は、フラットバーロードと呼ばれる、クロスバイクの一ジャンルとして認知されることもある。ロードバイクのハンドルをフラットバータイプのものに交換するということは、 以前から可能であり、特にロードバイク用デュアルコントロールレバーが一般化する前は技術的にも容易であった。また、ラインナップとしてバーハンドルやドロップハンドルを含む複数の種類を用意するメーカーやビルダーもあった。ただ、こうした改造はさほど一般的なものではなかった。日本では映画、メッセンジャーをはじめ雑誌やテレビドラマなどの小物として フラットバータイプのハンドルをロードバイクのフレームに装着した自転車がマスメディアに登場するようになったこともあり、ドロップハンドルに抵抗感のある人々や頻繁なストップゴーを繰り返す都市部での移動が多い人々を中心に普及していった。その成り立ちからわかるようにフラットバーロードはクロスバイクとは異なり、ハンドルとシフター、ブレーキレバーを除くほとんどの部分がロードバイクそのものである。 通常のドロップハンドルを装着したロードバイクが競技を前提に設計されているのに対しフラットバーロードは街乗りを前提に設計されている。クロスバイクはオフロードバイクをベースにオンロードでの巡航性能を持たせた車種でフラットバーロードとは出自が異なっている。しかし MTB を 700C 化し軽量フレームを採用したクロスバイクとロードバイクのハンドルをフラットにし それに合わせて各部の仕様を変更したフラットバーロードでは構成、性能が似通ったものとなっているのも事実である。また、クロスバイクにしろ、フラットバーロードにしろ、近年になって出現した分野でありレースの規定もないため、絶対的な基準は存在しない。ただ、チェーンステイ長、ブレーキの種類、タイヤの太さなどに注目することで、そのモデルが ロードバイクベースのものなのか MTB ベースのものなのかを判別することは可能である。一般的フラットバーロードはクロスバイクよりも車重が軽く高速走行に向いている。一方、クロスバイクは乗車姿勢が起きていて中低速でも安定し泥除けやキャリアも容易に装着できる。ありがとうございます。